斉藤知事を応援する声をまとめてみました。兵庫県民ですが、斉藤知事頑張れですね。マスゴミは滅びろとさえ思えてます。斉藤知事、絶対にやめたらあかん。信念を貫け。米国人の感覚で言うと、まだ何も立証されてない段階で身を引くのは時期尚早。米国では有罪評決を受けた人でも次の大統領を目指している。つまり斉藤知事、覆い落とすためにこれだけの話が作られたり、必要以上に誇張されたということ、その後明らかになった事実を隠して斉藤知事を追い詰めるマスゴミはクズやね。胸を張れることしかやってきてないなら、今の姿勢のままでいてください。日本の希望です。流れは必ず変わります。日本はこのままでは誠意ある頑張る人を潰してしまう。マスコミは偏りのない報道を。自分と同じ考えの層は一定層いるよね。言った言っていないの証言者は山ほどいるみたいだけど、肝心の証拠、録音データ、動画などがないんよな。兵庫県民はやめてしまえとか罵声でインタビュー答えてるけど、知事に直接なんかされたん。証拠がないなら否定し続けた方が良い。そもそもおねだりとかパワハラとか事実がよくわからないふわっとした話が中心なのに、それで知事を辞めさせようとしたレベルの低いお話だ。マスコミが煽っている時点で怪しい。事件にすらならなかった捏造の盛りかけ騒動で国民を振り回した過去があるからね。メディアが絶対に報道しないこと。元局長は人事データの不正持ち帰り、業務時間中に誹謗中傷文書や小説の作成をする人し、懲戒処分されて当然の職員。それら行為の事情聴取が始まってから事後的に公益通報はされている。通報をもみ消すために処分した、完全なるデマ。告発した県民局長は自ら命を絶つことで自分の悪事を隠すことに成功し、自分と家族の名誉を守った。しかし忘れてはいけないのは、斉藤知事にも家族がいて不当な非難を受けているということだ。確かに斉藤知事は部下に厳しかったのだろうけど、それは井戸知事時代のぬるま湯に慣れすぎた職員たちの仕事ぶりがひどかったからじゃないかと。仕事のできすぎる上司に対する凡庸な部下の逆恨みという図式、そこにカンテレなどバカなマスコミが乗っかってしまった。兵庫県知事が殺したわけでもないのに勝手に死んだ人へ道義的責任言われてもな。知らんだ悩んだ。せやで、横着したい職員の給料、一部の幹部職員の優雅な老後を支える外郭団体、その他の公金中駐族から小作人にされた一般納税者の県民を守ろうとしたらクーデターを起こされただけ。デマテロに屈してはいけない。兵庫県立大学の卒業式でした。先日県議会の議決をいただき、県立大学無償化はじめとする若者人世代応援予算が成立しました。若者は政治に関心がないと言われますが、むしろ若者が関心を持つ施策を政治がしてこなかったことも課題です。橋下さん、斉藤知事一人でこれをやったから大変なことになってしまったんですよ。斉藤さんの天下り改革や私立高校の実質無償化政策、兵庫県立大学の無償化政策などは、その規模と困難性の観点から泉市の明石市政策よりもレベルははるかに上だと思う。今回の斉藤知事の件で一番の教訓は、新しい首長が古い役所を改革しようとすると潰されるってことだな。当たり前やろ、冤罪で首を取ろうとしてるのが明白なんだから。冷静に見てるものはマスコミの誘導などに騙されない。斉藤知事は不器用だど分かる人には分かる。本当に県民県職員思いで正義感が強い方だと思います。言いたいこと今言ったら完全に逆転できるぐらいのことは終わりだと思いますが、元県民局長の名誉を守るために口をつぐんでるんだと思います。コーヒーメーカーの件は知事の預かり知らぬことだった。ワインの件も濡れ衣だった。ジェラート店の休業も嘘だった。ここまで並べばもう立派な嘘800やな。確認もせず検証も待たずにおねだりの言葉に食いついたメディアも同罪や。マスコミに負けないで頑張ってください。応援しています。